ここは東京駅丸の内北口のそばです。ワクチン接種も、あ、違う、ワクチン接種はあっち側ですね。今早朝の6時ということで誰もいませんが、この場所の名前は丸の内北口です。ここですね、丸の内北口。本数はまあまあ北口乗り場で南口乗り場があって、南口乗り場の方に高級バスの東九州市の乗り場で、こっちは北口。早すぎて誰もいないけどね、なんかしている。で、ここにはなんと地下鉄東京駅もありますね。ああ、いいわ。でも肝心のバスがいないという。始発は何時からなんだ。こっち側にもなんかあるし、あれは多分あれだね、無料の大手町巡回、丸の内巡回バスだっけ。今日は日曜日、土曜日だけど始発は9時までない、平日もね。これが東二重系統、ああ経由するんだ。なるほど、ふむふむ、まあ、東洋町駅前経由、銀座駅前行き、東22じゃない。ほら、なるほど、大体コースは2回やってますよね。こっちまでは20も22も、あ、でもこっちは早い。6時40、あ、それでも6時40。東京駅からそもそもこの時間に利用する人があまりいないのではないか。昼は結構人が溢れてましたね、まあ、来た時は。朝は東京駅は静かですね。